よいしょ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 。はい、どうもルルシでございます。今日はあ、なに、ハロウィンです。どうしたの今日は、ってなって、なんか今日は、うん、ゲストがいますみたいな感じで、あ、そう、ごめんごめんかなと思って、あ、自分です、自分、あ、ごめん、ね、すごいやってるなんのね、待って、この時間の目倒しってなんすか。違う違う、これね、あのね、ラガトームのメダルが3時までなんだけど、まだ交換してないから、交換しないよっていう、そういうお知らせのやつね。そうそうそう、ゲーマーの鏡っすねはい、では改めまして、今日はマミチャンネルのマミちゃんと一緒にちょっとハロウィンっぽい動画を撮っていきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。キャンシー、キャンシーです。はい、かわいい。はい、今日は、ドラクエウォークを2人ともやっているので、はい、そちらのガチャをね引いていきたいと思います。はい、今やってるガチャね、見ていこうね。どうしようかな、気流、これ気流で合ってますよね、多分気流で合ってる、合ってる OK、 じゃ気流装備の福引きを引いていきますので、うん、よろしくお願いします。前よりますように、はい、ルルシちゃんで、今回は、60連引いていきます。星5確定、はい、星5確定まで引いていきます、うん、でもう引いちゃっていい、はい、もう、うん、あ、バッチリ用意してある、バッチリバッチリいきます。あ、星5の武器欲しいね。武器が欲しい。ルルシちゃんの装備見たけど。やばいよね。あれのタクトだけだったから。しかないんですよ、星5が。なので、星5の武器が欲しいですね。はい、よろしくお願いします。注いでください。注いでください。では、10連、いきます。はい。参ります。いきます。はい。より注げ。あ、いる、いる、すごくない、いる、え、これ私初めてなんだけど。いるの、初めて。普通に熱い。あ、でも、変わってくんなかった、ね。変わんなかったんだ。結果を、変えるわ、スライム。仕事して、仕事して。でもこれ、普通にキリュウじゃなくても、うん、シックパラソルとかも出る可能性あるし。星5の武器。本当に星5の武器。うん、あ、真理のローグの星4。普通に結構いい、うん、星5がなければ。うん、はい、あー、え、雷神のやりめっちゃいいよ。やったやった、え、雷神のやりめっちゃいい、ほんと、ほんとに、やった、え、これ、あれ、雷神のやりってこれは、あれだよね、誰がつける、武闘家、武闘家、やった、雷神サミダレ好きっていうのがあってめっちゃ強いし、うん、え、複数攻撃だった、あ、そう、複数攻撃、複数攻撃超欲しかった、そうそう、めっちゃいい、めっちゃいい、やったー、30レベルで大神の大神さんが好きだったと思う。やったー。でね、気合いためを持ってる心を装備させて、うん、メタルダンジョンとか行けば1回1ターン目は気合いためして、うん、2ターン目はもう気合いためしたら全部当たるから、うん、あ、本当に4回当たって、しかも1回目は2ダメージ食らうから合計5いける。いや、私今までメタルダンジョンめっちゃ地道にやったからね。あ、そうなんだ、めっちゃ使った方がいい。なるほどね、普通の攻撃だ。そう、私ドラクエめっちゃ初心者なのでやったことないんで、ほぼそう、まみちゃんめっちゃ教えてもらってます。私はドラクエ、はい、ね、めっちゃ好きだからねではルルシちゃんが始めてくれて嬉しい、うん、そう、なんかドラクエしてなくても全然楽しめてるから、うんうん、ぜひやったことない方もね、やってみて。では20連目いきますよ。はい、いい、いい感じ、マジで。あー、あー、でもちょっと今流れ星だから、あれ、うわー、え、ちょー、これはもうスキップ関係、スキップ関係だ、すごい、ごめん、時間だ、今日も初スキップ関係、髪とか絶好調なんで、よろしくお願いしますダメですね、はい、ダメです、はい、ですね、じゃあもう潔くいきます、3人でいきますね、はい、どんどん行こう、どんどん行こう、ガチャはスピード勝負ですからね、うん、うん、どんどん行こう、これは、あーっと、いいんじゃない、キラキラしたって流れ星だから、ルルちゃん仕事して、仕事して、あーつけた、あー、ワイルドリーダー、ワイルドシリーズかっこいいよね、でもね、ワイルドジャケット、いいね、いいね、これあとね、2つ目、え、待って、2つ目か、逆にすごいこれは、何、合成した方がいいの、いや、でもそのまま持ってた方がいい、普通にメタルダンジョンとかに、うん、僧侶とかに、あ、つけちゃって、ライジンサミダレ、あー、なるほどね、装備させて気合いための心も、あ、2人2体でってこと、そう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 、もうそしたらもうめっちゃ効率いいか、超いい、超いい、やばいね、あ、ラブリースティックだ、普通にいいよね、ラブリースティック、うん、はい、よっしゃ、来い、あ、ちょっと待って、ね、私さ、あの前からなんだけど同じものずっと来るの、なんなのこの、ね、私のロトの見たいでしょ、私この前ロトの時カブト3つ来たんですよ、来週でやるの3つ来たよ
三の呪いにかかってる、なんかなんだろうこれ。え、何？いや、もっといっぱいあるよ。待って、なんで同じのばっか出るの？おかしいよね。やばい。はい。いや、いいよ。逆にすごいけど。でも、気合溜め持ってたら、三種大臣付けできる。やばい。やばい。もう、集団に。そう、集団に。やば。では、40年目いきます。仕事してね。仕事してね。あー、怖いな。あ、でも。大丈夫かな。ピカピカして。可能性ある。おっと、いいんじゃない、良さげだぞ。来てよ、来てよ。してくださいよ、お願いしますよ、お願いします、お願いします、お願いします。でも武器は結構降り注いでる。いやだいぶありがたき、まあ、来人のやり超降り注いでるやばい、はい、おーやったやったマヒャド来た来た、これマヒャドデビュー、うん、デビューしちゃった。マヒャドめっちゃ強い、ゴシックパラソンめっちゃいいんだよね、うん、めちゃくちゃ強い。そしておー、全然いい、全然いい。魔法使いにそうですよ。ありがとうございます。いや、課金したかった。だってさ、ロトのカブと3つでしょ、うん、いや、これでいいよね。あと魔法使いも完璧。オケマルです。はい。素晴らしい。やったー。よし、これスキップしちゃっていいかな。うん。OK。50連目だね。いきます。でも、まだ気流が出てないから、うん、そうなんだよね、これな、そう気流がちゃ引いてるからね、一応普通の福引きじゃないみたいな感じだったから、気流をお願いします、うん、おっと、はい、スキップ案件ですね。はい、スキップ案件でございました。では、最後、星5、確定ちゃん、気流、これ気流マジなんだよ、マジでお願いします、スライムちゃん、あの仕事、あ、おお、虹いるよ。あ、やったやった、仕事してる、仕事して、仕事して、いい思ってくるね。あと、あ、そこの1個ですか、怖っ、わってそれが確定か。はい、なんだろう、あ、そっち回り、最後だ、最後だ、最後までちょっとドキドキだね、ドキドキタイムでございます。お願いします、お願いします。気流がいいよね、爪がいい、爪が、爪がいい。まあでも来週に出たから、まあでも爪強いから、強いよ、爪頑張って、ボールでもいい、うん、とりあえず気流のやつが欲しいです。はい、あー、よかったね、これめっちゃ強いよ、これのね、これのね、待って、ねえ、これバット評価やばいんじゃない、これ大丈夫、大丈夫、大丈夫、みんな祝福してくれるよ。ねえ、私だって本当に耐えなかったしかなかった、私本当武器難民だったんで、マジでよかったよかった、やば、引きやばくない、ちょっとびっくり、スキル痛い、これ、うん、これのね、やばっ、このリュウガ疾風拳めちゃくちゃ強いよ。まあ24減るんですけど、敵全体に245%ってやばくない、うん、超強い。ギガスラ、ギガスラの 1% だった、ギガスラも 200% 超えだよ、うん、だからもうめちゃくちゃいい、ありがとうございます。まだストーリーとか、まあ、全然サクサク進められると思う、ね、これではかどる、はかどる、うん、よかった、最後の確定が、ありがとうございました、仕事しました、ハッピーハロウィンじゃん、ハッピーハロウィン、マジハッピーハロウィンありがとうございます。よかったよかった。でちょっとね、全く関係ないんですけどいきなりねそう、全く関係ない、全く関係ないですけど、ね、あの東急ハンズでさ、これキョンシー買った時にね、すごいね、あ、反射しちゃうかな、迷い道の先か、このゲンガーがめっちゃ可愛くて、あ、反射しちゃうんだけど、ちょっと画像出しとくわ後で。いや、私ね、私ねとか言ってたから、いいよ、語っちゃって、語っちゃってゲンガーめちゃくちゃ好きなんだけど、うん、これはマジでミュウが好き、ミュウ推し、うん、ミュウ推し、マジでミュウ推し、あ、でもうちやばいでしょ、てっぺんめっちゃ可愛い、ちょっととりあえずマミちゃんと私で1個ずつ買ったんで、今回私のバッグではね、私が開けていきますんで、ちょっと開けていきますね、こういうのセクト出るよね、開けるとき、おおめっちゃ、こういうタイプ、何型だっけ、 A 型だよ、私も A なんだ、これなんかプレゼントとかこうやってやりたいタイプ、ぐちゃってぐちゃって、でも全然違う、私結構ね、うん、丁寧にやる、丁寧にやっちゃうの、でもね、うん、捨てるって分かってないだから別に正しいと思う、実際問題、え、あ、カラカラ、カラカラ止めたもんだ、あ、え、に、え、に、カラカラ止めたもん、カラカラ止めたもんだ、超可愛い、めっちゃ可愛いじゃん、え、やばいやばいやばい、やばい、はぁ、はぁって書いてちょっと組み立てマンボウ、違う、こうか、こうだね、こうか、あ、可愛い、めっちゃ可愛いや、
え、メタモンが、メタモンが超可愛い。え、撫でてる撫でてる。え、やばいこれ。押せるわ。え、なにこれ、なんだけど、え、なんか体のこの骨って、うん、あのお母さんの骨なんだよね。みんな知ってる？そうなんだよ、これ。めっちゃ、これちょっと泣けるよ。結構泣ける話なんで、もう反射しちゃって見えないかな。見えなそうじゃないこれ。見えなそう。あとで写真ちゃんと載っけとくわ、可愛く撮って。かわいい。2人ともポケモン大好きだもんね。そう、ね、大好き。好きだもんね。もうなんか最初のポケモン何選ぶかでめっちゃ喋った。そう、喋ってるね。ちなみに、どれフラグ今のところ。私ね、本当に水がずっと水好きなんですけど、ね、本当にさっきも話したんだけど、ね、鬼滅の刃の煉獄さんがマジ推しだから今、ね、今熱いらしいよ。貴族生と迷ってんだよね。でも水がうーんって感じです。迷うね、皆さんも絶対迷ってるよね。レッシャーはもう火ばあもう 火一択なんだ、私は、うん、炎属性なんでね、うん、私はちょっと最後まで悩みます。オケマルです。では本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録もお待ちしております。まみちゃんのチャンネルも概要欄に貼っとくのでぜひ遊びに来てください。チャンネル登録もよろしくお願いしま す, お願いします。ではまたじゃねー、バイバーイ。今日週こうだっけ。あ、そうじゃねー。体が硬いらしいから。あ、そうなんだ。そうじゃねー。こうやって投入する。あ、でもあんま入ってないよ。やばいやばいやばい。クソシュールだから普通の方がいい。やばいやばいやばい。クソシュールよ。オッケー。